おはようございます。ティレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあ生放送でちょくちょく言ったネタにはなるんですけど、先日、まあもう終わった後ですよ、先日ムカデが出ました。1年ぐらい一人暮らししてて、今までね、ゴキブリとかムカデとかの対策グッズを買ってなかったこっちにもね、火はあります。その日、そのムカデが出た日に生放送を控えていまして、ムカデが出た日にもうさ、急いで買いに行ったよね、24時間やってるスーパーに。で、その日はどっか行っちゃったんですよ。翌日外出から帰ってきたら、ムカデがエアコンの上いてね、買ってきたムカデコロリをね、使ってね、倒させていただきましたね。はい、もう僕ね、実は虫系統ダメなんですね。いやー、あの日ほどね、ちりとりが欲しいって思ったことないね。先日紹介しました、森荒野最強軍団。今回ですね、森荒野人型軍団、イエーイ。いやいやいや、編集で名前出てきたみたいんだけど。というわけで今回はね、森荒野のね、人型軍団でやりたいと思います。前回はね、メタルハンター、ドラグキッズ、地獄の鎧というね、ハイスペックなモンスターズが揃ったわけなんですけども、今回はですね、森荒野、同じ森荒野で制作するね、人型軍団。特に2体が落ち着きないですね。特に2体が落ち着きない。炎の戦士はまだ落ち着いてる方ですよ。いやー、この軽やかなステップ、バーサーカー、カブトアリ、行ってみよう。よいしょ。弱。俺弱。今回なぜこのチームをね、使いたいのかって言いますとですね、結構初期の頃の動画を思い出してほしいんですよ。初期の頃っていうのは僕も当たり前ですけど、まあ思い出のモンスター、実機で、めっちゃ来ると。実機で使ってたモンスターとか、そういうの使ってたんです。特にこのバーサーカーは僕1の頃にかなり初めの方に排出したキャラクターで、なんか結構めっちゃ辛いんだけど、結構その使ってた思い出があるんですよね。バーサーカー、まあね、ちゃんとしたアタッカーとしての性能は揃えてるし、避けもあるし、属性攻撃に強いっていう点もあるんで、バーサーカーね、結局なかなかいい感じのモンスターなんですけど、森荒野でね、人型ってのもでかいですよね。はい。でそしてね、炎の戦士はね、炎の戦士は初期の頃使わざるを得なかった。どっちかといえば君は君は使わざるを得なかったんだ。その2を始めた頃もカードが少なかったからね。ただ今となって、なんか昔と違って炎の戦士はなんかさ、普通に強いなってイメージあります。初めの頃はモンスターが悪いって言ってたじゃないですか。今ではね、炎の戦士普通に頼れるモンスターだと思ってます。さあ、バーサーマンがギガスラッチュー。君には期待してるんだ。まあね、そういうわけでね、今回は思い出補正の強いパーティーになると思います。初めの頃使ってた炎の戦士が今ではね、評価変えてさ、まあそこそこ強いモンスターだなって思ってるじゃないですか。で、バーサーカーいるわけですよ。じゃあ、あともう一体。もう一体、ちょっと、そこのシャーマン、君だよ。楽しそうに踊ってますが、ドルマを撃てます。別に、2から太陽増殖したドルマの犠牲者と呼ぶべきですかね。おー、やるじゃん。ね。2からドルマを撃てるモンスターが大量に増殖したんですけど、まあそれでメラビと同じぐらい増殖したんじゃないかな、なんだったらね。おーい。君はどうするんだ。大した紹介されなかったな、よく考えたらな。炎の戦士と、バーサーカーは紹介されたのにね。シャーマンに立ってはなんかもうそこにいるみたいな存在見てますけど、なんかそこにいるわみたいな。森荒野の人型がこいつぐらいしかいなかったっていう。あと一応ね、大魔導もいます。森荒野の人型って言えば、あと大魔道具ですかね。切り株小僧とかね。あと、はい。そんな中ね、シャーマンが大抜擢。そしてね、今日はね、調子がいい。ファイヤーの調子が良すぎる。炎の戦士、あまりちょっと調子良すぎるな。さあ、いい感じにバサマン頑張ってよ。バサマンも頑張ってよ、バサマンも。お、いい余計入ってんね。あ、え、あ、やべ、敵がこういうことしてくると、まあ害悪ですよ、ちょっと。あれ、終わった。スペシャルカード使った瞬間終わるの。あれ、スペシャルカード使うとこれなくなるの。
うわってなったけどさ、ドカーンってなってるけど、ドロどうなんの？終わり。決めちゃって。はい、カブト割り、炸裂せの。はい、よしよしよしバサマン、これはね、やってくれる男だわ。魔王戦来たよ。さあ、この思い出補正の高いチームがね、魔王戦どこまで戦えるか。あと、ちなみに私はね、気づいてしまってるんですよ。まさかが、マスターダブスキャンをしていないってことに。いや、今朝さ、チーム組んでさ、収録しようって思ったわけですよ。さっき。チーム紹介した時にさ、モンスターマスターの能力によってって言ったから、あって思ったんだよね。その時あたりに気づいて、で、バトルドーム1回戦してる時に、なんかバサマンのダメージ低いなーって、バサマンの本来のダメージが出てんだけど、なんかあれってなってたら、多分、バサマンが抜けてるんだ。マスターダブスキャン。はい。で、お前、バーサーカーにはですね、マスターダブルスキャンの材料として、僕のね、愛を込めております。愛を持ったほふるんでね。まあ、つまりもうマスターダブルスキャンしてありますってことですよね。ギャバサマンが一番燃えたよ。まあ、賢さ高いシャーマンは燃えないね。シャーマンが怖いな。普通に打撃がこいつに行っちゃうことか。あー、マジか。賢さ上げてもこんなもんか。じゃあ呪いの踊りでいいね。兜割り、炸裂、せーの。はい、よいしょ。あー、バンバン、もう。マスターダブルスキャン、俺をマスターダブルスキャンするから、芸人魂についてしまったんや、君に。さあ、まあ、バーサーカーにはマスターダブルスキャン、僕の愛をね、持ってるんで、芸人をスキャンしてくれるってことですか。なんで俺芸人なんだよ、マスターダブルスキャン効果、チラー、芸人効果って。いらないなぁ、なんか嫌な予感がする。でも、バーサーカー期待してるよ。びっくりしたわ、正直、初め。なんだと思ったら、なんでも俺、こんなダメージ低いんだってなったら、そりゃそうだ。しかもよりによってバーサーカーかよ。マスターブスキャン外したのがしかもよりによってバーサーカーですからね。頑張ってもらうぞ。ただシャーマンと炎の選手はちゃんと火力増強してあるから、で、引退はしてあるし、まあ、人型の消防生もそんな弱いわけではない。から、普通にある。うん。森公園の人型の力見せてやれ。楽しそうなね。完全、もうこの2体のステップが楽しそうだもん。見れて楽しいわ。乗れ乗れ！いけ呪いの踊りせーのうわーん普通の打撃や。さあ、ファイヤーがやってくれるのかいけ今日、こいつの調子がいいな、むしろ。人型で上がった力をね、振るってけ炎の拳いけおいしょーなんでちょっと待て炎の選手やばいぞ、今日ちょっと。炎の選手がちょっと今日やばいな。あれ、おかしいな。バーサーカーが輝く動画なんだけどな。いやー、赤目できたか。まあでも、赤目でしたは、防げる行動もあるから、もしかしたらある。任せろ。防ぐべきは、特技が物理化ってことですよね。このパーティーの場合、2ターン目を防ぎます。1ターン目と2ターン目がデスタムーアを防げるっていう、確定で防げるっていう珍しい行動パターンなんですけど、1ターン目は現場剣とかフリーズホーンとか、状態上で攻めてくる。おっとやるねー。バーサーマンやってくれるか？痛みは必ず状態上なんですよ。で、状態上でもまあ高火力。で、2ターン目はダブルテイルとか煉獄の竜巻っていう高火力技を打ってくるわけなんですよね。ということで、まあ、どっちを防ぐか。僕はちょっと、じゃあ2ターン目の打撃を防ぐことにします。身の守りが高いわけじゃないですからね、こいつら。特に、シャーマンなんて身の守りなんていくつだって話ですからね。38だったかな。はい。打撃対象もないしね。さあ、ここはちょっとね、避けないとやばいね。いや、全員クラウンかーい。あーそう。あ、まあ、1体なら大丈夫。全然1体なら大丈夫。ここ防ぎます。ちょっとここ防がないと厳しいんで。ここをまず防いで、いやー、ボーダー乗せないためだね。3300乗せたいんだよね。ここは防げるんだけど、さあ、怪しいな。ドルマか。ドルマの方が出るかもしれない。さっき俺呪いしたけど。ドルマいい打点出るな、意外と。330か。ここは勇気とはめずに。いやー、それはどうだ効かないでしょわーって怪しいなバサマンどうする？ダブルテイルだね。いやー、ここ怖っ。3ターン目に
イテハを引けば OK。 OK ではないね。ただデッドラインは実はもうあるんですよ。1380はこのダブルテイルを食らってたら死んでます。だから3ターン目はとりあえずまだ防げる、まあ知らないとしても4ターン目にやられてしまう可能性は十分にある。で何より3300まで削らないといけないんで残り1800もあるんですよね。結構つらめです。いやーフリーズソーンの時にちょっと余計欲しかったかな。さあまあでもこっからですよ。こっからさっきのちょっとファイヤーを見せてほしいな。ちょっとさっきのファイヤーを見せてくれ。さっきのよいしょ。まあダメージは通るんだが、ただこの調子だと危ないな。いやーこの調子だと危ないな。ボーダーもギリギリ乗るかどうかみたいな。フリーズオンやばいよ。避けて、そしたら4ターン目死ぬ。よくない。おお大ピンチです。頑張れ。次の行動はダブルテイルと現場剣ですよ。終了のお知らせになってない？それ終了のお知らせって言うんで、終了のお知らせって。いやまだなんか全員よければ解決はあるよね。君たちワンチャンこの前のパートみたいにさ、奇跡も起こってよけねえかな。ボーダーはこのバサマンが乗せてくれ。全員よけます。ピロリよ、ピロリ、たぶん、ピロリ。はい。避けろ。あー、バサマン気にか。何、ぴょんぴょんしてんだよ。心がぴょんぴょんするんじゃ。上から来るぞ、気をつけろ。同じ森荒野の恥さらしがと。メタルハンターが仲間連れてきました。全員マシーンでちょっとね、メタルハンターがちょっと逆襲しに来ました。何が森小屋だ、この野郎と。森小屋は俺たちだと。これでもね、まあ、一見やばいけど、ギガスラッチュがあるんでね。はい。ギガスラッチュというね、もうギガスラッチュを真似た技をね、バーサーカーが触れるんで、これで弱点を取れるかと思えば打撃耐性に阻まれるかもね。ギガスラッチュ入賞。あ、でも意外と効くじゃん。打撃耐性ある場合には結構効いたな。雷弱点の方が倍率が高いんだな。ギガスラッチュいい感じにいけそうだね、これなら。炎の拳とかが厳しい。打点を取れるのは、それこそ、バーサーマンと、シャーマンがドルマですね、あとは。ただ、向こうも打点が取り放題。来ました。猛攻、デッドリー、ウェポン、ウォー、デッドリー、こう、やめて。ちょっと、血も涙もないな、こいつら。血も涙もない。シャーマン、やっぱ狙われるか。うわー、誰、シャーマンか、バサマン、なあ、バサマン、うわ、バサマン。ボッコボコにされるんだけど、打撃対策がないこと、いいことにね、ボッコボコにされる森荒野図。この野郎、森と荒野はみんなのもんだ。俺たちだって使う価値はある。公園理論だな。もう公園理論になってるけど、それ。やめてよ、血も涙もねえな、お前ら。まあ、マシンだしな。メタルハンターがやりに来てるもんな、うん、今回にやってはな。前回も大活躍。そして来ました、アンチュトーク。あー、バサマン。バサマン、もうおしまいだよ、お前。このままじゃ終わっちゃう。なんだったらこのターン死ぬ。ワンチャンこの909っていうのはさっきのダメージ関数見るにやられるかも。ちょっと取り直せない。ちょっと、争いはむなしい。そう思わないか、ナーキ。争いがむなしいよ、なあ、君。待ってくれね。我が輩は友達だよ。待って、我が輩は友達。1で耐えました。まだある。1で耐え、奇跡起こったな。1で耐えたな。争いはむなしい。なあ、君。あれ?避けるですよね。森荒野はお前らのもんだわ。